3, 2, 1, 0.12月の9日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が、皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。やればできる、今日も昆布できる。毎月9日はクジラの日だそうです。ところでクジラってなんだっけ。僕が職場に着く時間、それは9時だ。わかった。あら探しをすること、それは目クジラ立てる。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。お供え即用志忍び草のご注文が多数、法事ギフトはお任せください。本日はネギとど巻きに青み山椒の佃煮を乗せていました。青み山椒とネギとど巻き、結構刺激的な取り合わせですが、ピリ辛ピリ辛ピリ辛、意外なことに普通に美味しく召し上がりました。お酒のあてに最高です。まっちゃんの寝言、むっちゃ迷惑、夜中に起こすのはやめてくれ。